皆さんお疲れ様です。 B 吉でございます。本日はめちゃくちゃ快晴、天気がいい日は外で昼飲みしたくなる、これが酒飲みの習性でございますね。先日キャンプイベントで買ってきましたお乳のテーブルちゃんを用意して、家の庭でですね酒を飲みまくっていきたいと思います。で、今日のお酒のお供はですね、はい、もうおしゃれなマダムみんな言っているカルディさんでたくさん買ってきました。はい、もう酒に合いそうなものね、とりあえずもう片っ端から買ってきたのでよろしくお願いします。あとはね、お酒もカルディさんでね用意させていただきました。で、ちょっといろいろやってたらね喉カラカラなので、とりあえずワイルドアルコールチャージということでウイスキーちゃんいただきます。これなら出勤中でも飲めるかなと思って買ったんですけど無理がありますね。はい、呆れて見ております、ジルちゃんでございます。こんにちは。わはい、今日はカルディさんでうまそうなやつがたくさんございましたので、ちょっと庭で、はい、ちょっと酒でも飲みながら、最高の休日を楽しんでいきたいと思います。お疲れ様です。乾杯。はい、じゃあ本日のファーストビールちゃんはインドネシアのビールですね。はい、もうこの赤星ですね、インドネシア版の赤星ちゃんもすっきりしてめちゃくちゃ飲みやすかったです。で、ちょっとでもアウトドアの雰囲気を醸し出していきたいなということでテントちゃん用意させていただきました。久しぶりに使うんですけどね、無事に立ちましたね。はい、じゃあ早速ですね、カルディさんのおつまみ食べていこうと思います。で、カルディさんね、妻はめちゃくちゃヘビーユーザーでねよく行ってるんですけど、ピーキチ自身はあんまり行ったことなくてね、なんかどんなもんじゃいと思っていろいろ見てたんですけど、うまそうなものがいっぱいあるんですね。このもずくとキムチなんてうまそすぎてね、すぐ手に取っちゃいました。いや、もうさっぱりしててめちゃくちゃ美味しいです。こういうさっぱり系のやつにはね、このベトナムじゃなくてインドネシアちゃんのビールめちゃくちゃ合いますね。最高でございます。で、暑い地域のねビールなんでね、やっぱりなんかごくごくとね飲みやすくて、スポーツドリンクみたいな感覚でね、イメージしていただければなと思います。ちょっと違うかもしれないけど、はい、じゃあ続きましてはこちらです。ごぼうとね昆布のやつ、もうご飯に合いそうなねやつは大体酒にも合うっていうね僕の持論ございますけれども、これは間違いないんじゃないかな。はい、じゃあ早速ね食べてみたいと思います。はい、もう見た目はもうね完璧でございます。もうビューティフルですけれども、お味の方はということで、ほー、もう食感とね濃いめの味付けがもうたまらん、グーグーグーでございます。もうほらビールにもやっぱり合うんだからということでね、キロロさんの名曲、ほーら手元を見てごらんビール進むみたいなやつでございますね。はい、はい、ジルちゃんもね相変わらず呆れて見ております。はい、続いて味付け、うま卵ちゃん、こちらはですね、うずらの卵ですね、カツオと黒糖の旨味が効いた醤油ダレにねしっかりつけてるものでございます。はい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 、これも最高のやつやんけということで、うますぎうますぎ、もう筆箱とかに入れといてね常にねつまめるようにしておきたいですね。はい、続きましてはね、ちょっとアウトドアということで、せっかくなんでね炭やっちまいましょうか。はい、じゃあこちらでファイヤーということでね火をつけまして、はい、ちょっと憧れの焼き鳥屋さんをねちょっと演出しております。ちょっとね仰ぐの大変なんで秘密兵器ね用意させていただきました。暑い時に涼むのもよし、あとはこちらこんな感じでねすっごい勢いでね火起こせるんでおすすめです。続いてアメリカのね老舗ソーセージ屋さんのなんかソーセージらしいです。はい、こちらうまそうなソーセージですね。なんか新鮮なね豚肉ちゃんを使ってるのがポイントらしいです。はい、なんかもうすごい姿になっちゃいましたけれども、このまま行かせていただきます。パクリということで、オーマイガーッ、この溢れ出す肉汁ちゃんもどうにかしてください。はい、そして友達のオム兄さんが出したオムライス、はい、こちら使ってみましょう。はい、オム兄くんが出したオムライス、お味はいかがかということでね、ソーセージにたっぷりつけていただいてみたいと思います。はい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 、これめちゃくちゃ美味しゅうございます。普通のケチャップに比べて酸味がね結構抑えられてて、ピーキチ的には結構好きなやつでございますね。オムライス用にね作ったそうですけれども、ソーセージにも相当合います。気分も高まってきたということで、ネクストオビール、そして画角にもこだわろうということで、ちょっと緑を入れる演出をしてみました。てかビールにねソーセージって、もうこれ以上の幸せって世の中にないじゃないですか。最高すぎます。
はい、続いてのおつまみですけれども、進化系のサバ、サバ缶にハリッサというもので味付けしたものですね。そして缶詰ね、もう一個いきましょう。八角香るチャーシューちゃん、中身こんな感じ。開けた瞬間、八角の香りがすごい広がります。はい、いい感じでグツグツしてきましたね。じゃあまずはね、サバの方からいただいてみましょう。香りはとってもスパイシーです。おー、ハリッサ味ヤバタニエンでございますね。皆さん、ハリッサって食べたことありますか？一時期流行ってましたけれども、ちょっとピリ辛なね、調味料です。これね、もうピリ辛スパイシーで、ちょっとね、カレーっぽい、サバカレーっぽい感じになってますね。このスパイシーさとおビールは間違いないです。そして、八角の匂いも負けておりません。これもうまそうですね。はい、パクということで、はい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 、もうこれはね、めちゃくちゃ癖になるやつ。あの、台湾とかね、そういった料理好きな方はね、めっちゃハマると思います。もうやばいっすね、これ。もう米が欲しい、もうエアー米やってますね。はい、ということで炊いていきましょう。はい、こちらはね、メスティンっていうやつですね。もうこれでお米炊くとなんか雰囲気も出てね、好きなんですよね。はい、じゃあお願いいたします。じゃあその間に続いてのおつまみ、ムール貝でございます。ピーキチは貝類がめちゃくちゃ好きなんですけどね、ムール貝って、ちょっとね、ピーキチが下手くそすぎたのか、はい、ちょっとこんな感じになっちゃったんですけど、これはね、後日家の中で、はい、どうにか開けて食べますね。見なかったことにしましょう。はい、じゃあ続いてはですね、このピッツァでございます。アウトドアでピザなんてたまらないじゃないですか。はい、ちょっとね、どうやって焼こうかなと思ったんですけど、ちょっとこのね、マルチグリドルさんにアルミホイル、こんな感じで焼いてみました。まあ、なんとか焼けた感じがしますね。はい、結構大きいサイズですね。パクッということで。はい、これはね、もう相当サクサクなクリスピーな感じになっております。まあ、ちょっとピーキチがね、焼きすぎて裏面ちょっと焦げちゃったんで、パリパリ感が増してる気もしますけれども、最高です。はい、じゃあちょっとね、先ほどのサバ缶ハリッサでね、スパイシーにしちゃおう12月号ということで、はい、チャオチャオでめちゃくちゃ美味しいです。もうこの世で一番美味しいものと出会っちまいました。このサバハリッサピザ、ぜひ皆様機会があったらね、ぜひぜひ試していただきたい。めちゃくちゃ美味しゅうございます。スパイシーピッツァ、たまらぬ美味しさでございますね。はい、ギャルーということで、はい、梅ちゃんやらせていただきました。はい、ほんで続いてはですね、気になりましたカルディさんのレモンビール、どんなものかということで、はいはい、ウォーターボーイズ並みの青春フレッシュレモンって感じのお味でございます。はい、青春の中にもパンチは必要よなということで、スパイシーハリッサピッツァでこちらね、決めていきましょう。いや、これマジでうますぎて、もう一缶、いや、もう二缶、いや、もうセットでたくさん買ってくればよかったです。もうね、買い占めちゃおう。はい、続きまして、皆様これ知ってますか？チョン、なんとかなんとかってやつなんですけど、台湾の屋台で結構定番のね、こういったなんか生地のやつでございます。で、この生地をね、焼いて、なんか卵、目玉焼きとかベーコンとか合わせたりとかね、朝ごはんの定番なのかな？はい、とりあえずね、あの、両面こんがりと焼いていきます。今回はピーキチアレンジでね、もうどんだけ好きやねんっていう感じですけど、このハリッサのサバの、汁のところですね。はい、こちらと、さっきの八角チャーシュー。はい、こちらを乗せていきます。まあ、台湾ということでね、八角のこれはね、絶対合うと思うんですよね。はい、パワーアップした、このなんとかチェンなんちゃらですね、いただきます。わーお、すんごいの来たよ、これは。なんですか、これ。見えますかね？これね、もっちりもしてるんですけど、外は、なんて表現したらいいんだろう。もう、サクサクの、サクサクすぎますね。軽いぞ、軽い。もう、この世で一番うまいやつ、出会っちまいました。もう、さっきも一番って言った気がしますけれども、これもう本当にうまいです。なんか、台湾語で、ほうじや？美味しいって言うのかな？わかんないです。はい、続きましては、これ。トリュフクリームなんて間違いないに決まってるやんって感じですね。はい、待ち時間はね、ちょっと光合成アルコールおじさんで失礼させていただきます。はい、じゃあ続いてのアルコールいきましょう。レモンサワー、君に決めたということで、あのピーキチね、もうやってしまいました。氷をね、準備しておくのを忘れてしまったんですけれども、まあ、キンキンに冷えたグラスございましたので、こちらでいきましょう。はい、お味はですね、ほろ苦さもあり、ストレートなレモンを感じる感じで、シチリアレモンありがとうって感じでございました。はい、
で、ここにね、パスタは完全に決まっちまうと思うんですけれども、はい、どうでしょうかね。このもっちり感がなんかすごい見た目でも出てますけれども、はい、このパスタどうかなということで、はい、グラッツェいただきました。めちゃくちゃうまい。なんかこのイタリアンな感覚なんでしょうか。もうカルディさんね、もうなんかいろんな国を楽しめるなんか小旅行をね、演出してくれてますね。もうカルディさんもね、シェイシェイ。はい、もう我が生涯には一片の悔いなしということでね、もう手が上がっちゃいます。はい、そしてアウトドアといえば外カレー食べたくなりませんかね。はい、ちょっとね、スープカレーちゃんね、結構噂では美味しいというねことを聞いてるんですけれども、ちょっと温めていきましょう。はい、で、待ち時間はね、もう飲んでなきゃやってらんないということでね、あの発掘したお酒、大好きな大好きなランブルスコちゃんでございます。もうこれね、赤ワインのスパークリングなんですけど、本当に美味しいんで、飲んだことない方はね、ぜひぜひ試してみてはいかがでしょうか。1000円以下とかで買えるんでね、もうファンタグレープみたいに飲んでますね、ピーちゃんね。はい、じゃあそんな感じで、いい感じに米も炊けてました。はい、じゃあこちらをね、お皿に移しまして、カレーの準備をしたいと思います。はい、じゃあ温まったかなということでね、はい、こちらご飯の上にたっぷりとかけていきます。具材がゴロゴロしてますね。はい、じゃあ一応スープカレーということなんですけどね、いただいてみたいと思います。はい、パックということで、はい、これね、エビの旨味が半端ないやつでございます。エビの出汁っていうのかな、エビエビしててね、すごく旨味が詰まってます。あとはね、いろんな具材がね、ゴロゴロ入って売れピコですね。もう大好きなヤングコーンね、嬉しいですね。もう私も32になってヤングからアダルトにね、入ってると思うんですけれども、もう嬉しい限りでございます。はい、母なる大地に感謝と、あとはカレーのね、このスパイシーなピリッとした後味がね、また心地がいいですね。はい、もうなんかこれね、カレー食べてるとね、わかる方いるかな、なんか余計に腹減るんですよね。はい、もうこれおかわりがないんでね、ちょっと違うの作っていきましょう。ピーキチクッキングタイムスタートでございます。残りのお米を使ってね、ちょっとあの別のもの作っていきます。ごま油を熱したフライパンでお米ちゃんね、いい感じで香ばしく焼いていきます。こちらに、はい、こちらもカルディで買ってきましたビビンバの素、見てください。いろんな豆とか人参とかね、いろんなの入ってるね、具材があるんですよ。で、さっき焼いたソーセージちゃん切ったやつ入れて、付属のこのビビンバのタレでございます。こちらを入れて気が済むまで炒めていきます。袋の裏見たらね、コチュジャンとかお好みで合わせても美味しくなるとのことでした。はい、こちら今回はね、チーズとカルディさんで買ってきました親父味噌、こちらをね、ピーキチはアレンジして、今回使わせていただいております。はい、素敵な香りを近所にばらまきながらいただきます。スタートでございます。はい、熱そうですけれどもね。はい、味はですね、もうあにょはせよ。はい、もうビビンバちゃんってなんでこんなうまいんでしょうね。はい、あとは卵とか入れてもうまそうですね。はい、あとは愛する妻の分をね、確保しておきます。で、さっきまで食ってたものはね、ちょっとついつい無心で食べすぎてね、妻の分確保するの忘れてたんですけども、はい、これはちょっとね、しっかりと用意しておきましょう。はい、で、マヨビームからのですね、このマヨちゃんが相性ぴったりでございます。もう迷わずマヨでございますね。いやー、カルディさんのやつはね、もうどれもこれもね、酒を飲め飲めってすごいね、パワハラ、アルハラ上司みたいな感じでね、もう最高でございます。ちょっとね、最近ピーキチね、結構太ったんですよ、実はね。はい、ちょっとダイエットしようと思ってたんですけれども、まあ、この調子だとね、もう本当に絶対無理ですな。はい。はい、以前の100キロにね、体重が戻らないようにだけは気をつけたいと思います。はい、続いてね、スイーツタイム入らせていただきます。これね、店員さんに聞いたら甘いものでおすすめということでね、教えていただいたので買ってみました。はい、挙動不審なおじさんにね、急に聞かれてね、すっごい怪しんでたと思うんですけどもね、優しく教えていただきました。これはもうプルプルでなんか甘さ控えめで間違いない美味しさでございますね。もう店員さんナイスでございます。また今度聞きに行っちゃうぞ。はい、ではお酒もね、これでラス1になっちゃいましたね。はい、じゃあスイーツちょっと、これもうまそうだなと思って、女子が好きそうなやつ、大手。はい、なんだっけこれ、カヌなんとかですよね。はい、ちょっと気になってたんです。はい、じゃあちょっとこちら温めまして。はい、はい、これね、侮ってましたね。めちゃんこうまいです。
もうこんなにうまいんだ。結構ねこれ去年とかいろんな動画でね見たんですけどね、マジうまいです。明日買いに行きます、またね。はいはい、ということでカルディさんのおかげで最高の休日を過ごせました。でこれねまた動画続くんですけど、翌日ね実は福岡出張なんですよね。ちょっとね胃もたれしつつ福岡出張に行ってきます。はい、で福岡でね2日ほど仕事しまして、最終日の3日目ですね、こちらで福岡のね大親友の YouTuber、 はい、とっくんでございます。パチパチパチということでね、すごいですよね。もう福岡のね料理のドンといえばもうこのとっくん、もうね大活躍が止まらないですよね。ね、なんかいろいろ映したかったんですけど、もう使えない会話ばかりでね、もう本当にね動画としてはもうダメだったんですけど、むちゃくちゃ楽しかったです。もう酒飲みじじいがこうやって集まっちまうとね、もう大体こんな感じになりますよね。もうこれはしょうがない。はい、でとっくんがねあのいろいろね注文してくれたんですけれども、この餃子がねうますぎて、はい、あのもう2人でね10皿くらい頼んでね、店員さんにすごい笑われましたね。あほらまた餃子いたでしょ。はい、でこんな感じでいろいろね美味しいものたくさんいただきました。豪快な YouTuber とっくんさんでございます。はい、はい、僕の飛行機の時間があったんでね、短い時間だったんですけど、2人で20杯ぐらい飲みましたね。楽しかったです。はい、じゃあ出張を終えて東京に帰宅でございます。いや、やっぱりお家って落ち着きますね。ちょっと腹減ったんでね、飯でも作っていきましょう。で妻のピーコさんはね、あのルミネに行ってからのネイルに行くそうでね、今不在なので一人でちょっとこっそり、はい、ちょっとわんぱく飯作っていきます。はい、もうパスタとねいろんな食材も一気に入れてね、こうやって茹でていきます。で仕上げにねちょっと大好きな生クリームちゃんも足して、はい、もうチーズどんだけ好きなんだよってぐらい入れてね、おバターちゃんも入れて、はい、こちらで絡めていけば、はい、なんかホットプレートはこれワンパンって言い方でいいのかな、はい、あのパスタですね、で緑を散らしまして、ブラッドピットさんですね、あの好きなだけかけていただいて、はい、卵を3つ、よいしょ、ということで、はい、クリームパスタちゃん完成でございます。はい、もうこのねパスタちゃんがね本当にうまいんですよ。でこのねスーパーにね普通に売ってるんですけど、このなんか太麺平打ち麺みたいな、なんかこのパスタフィットなんちゃらみたいなパスタね、これがねもうパスタクリーム系のやつに、ね、絡んでねもうのとんでもないことになっちゃうんですよね。もう世の中美味しいものたくさんでね本当ありがたいです。であと前半戦でねちょっと聞くの忘れたんですけど、皆さんカルディで好きなものおすすめのものってございますか？なんかカルディ結構ハマっちまって、またカルディ編で、ね、撮れたらなと思ってるので、おすすめのなんかあればコメント欄で教えていただけるとなんか助かります。あの酒進むやつでお願いしますね。はい、じゃあ以上おっさんの数日の、はい、日常の様子でございました。はい、あとはなんだろうな、はい、あのまた出張で京都行ったり北海道行ったりとか大阪とかね出張も多いんで、なんかおすすめのお店とかもねあればね、皆さんどしどし教えてくれると嬉しいです。あの酒飲めるとこね。